事件翌日のケルン中央駅。左側にマクドナルドの店舗、右側には薬局がある。二千十八年のケルン中央駅人質事件とは二千十八年十月十五日、ドイツのノルトベストファーレン州ケルンのケルン中央駅にて発生した人質事件である。二千十八年十月十五日ドイツ時間十二時三十分にシリア人男性がバッグとスーツケースを持って、 ケルン中央駅にあるマクドナルドに入店した。犯人は席に座り、可燃性の液体を床に巻いた。そして火炎瓶を取り出し、床に火をつけた。この火事により、店内にいた14歳のドイツ人の女性の服に火が燃え移り、店内はパニックに陥った。通行人によって、服の火は消され、早急な救急処置がなされたが、足に重度の火傷を負った。 スプリンクラーの作動に驚いた犯人はその間に店内から逃走し銃を持って隣の薬局に押し入り従業員を人質に取った。ドイツ時間12時45分に通報を受けた。警察が駆けつけた。警察は周囲の人間を避難させ周辺を封鎖した。犯人は電話でチュニジア人女性の解放の代わりにシリアへの自由な渡航。 マクドナルドに置いてあった彼のスーツケースとバッグの返却を要求した。また犯人はイズのメンバーであると主張した。約2時間の立てこもりは平和的な解決にはつながらなかった。犯人は人質にガソリンを注ぎ、火炎瓶を手に持ち、ライターを口に加えていた。犯人が人質に火をつけようとしたとき、警察は突入を決行した。 ドイツ時間14時55分分に、ドイツ地方警察特別出動コマンドは2つのスタングレネードを投げ込み、薬局に突入し、武装した犯人に発砲した。3人の警官が犯人に計6発撃ち、そのうち数人が上半身を殴り、1人が頭を殴った。人質は救出され、医療チームに引き渡された。犯人はドイツ地方警察特別出動コマンドの 隊員によって CBR が行われた。犯人の傷は医者によって治療された。マクドナルドでは犯人のバッグとスーツケースが爆弾処理され安全であると宣言された。さらに火炎瓶や可燃性の液体の入った容器、いくつかの即席爆発装置がバッグの中に見つかった。即席爆弾は破壊力を向上させるために鉄球が入っていた。 薬局で調査員は可燃性液体と即席爆弾に入った容器を発見した。さらに空気銃と身分証明書が押収された。同日中に犯人のアパートは警察によって襲撃され家宅捜索された。これはテロや共犯の可能性を考慮してのことだった。アパートではガソリンとアラビア語のメモが大量に見つかった。メモはイスラム原理主義やイズとは 無関係だった。アパートでは2台の携帯電話を含む複数の電子機器が押収された。警察当局は当初動機をテロと考えていた。捜査の中で犯人とテロとを結びつける証拠は発見されなかった。事件はテロに関連しないと結論づけられた。事件後犯人は精神疾患に苦しんでいると診断された。彼は2017年から心理療法を受けており、 抗うつ薬を服用していることが判明した。また、ギャンブルや麻薬中毒にも苦しんでいた。警察はテロを排除することができないという声明を表明した。ケルン検察庁は殺人未遂、人質強養などの罪で犯人を起訴した。2018年10月16日、ドイツ検察がイスラム過激派が背景に見られるとして捜査を引き継いだ。 捜査中、テロに関連する証拠は見つからなかった。2018年12月、ドイツ検察は捜査権をケルン検察庁に返還した。2019年6月、犯人の拘束は6ヶ月間停止され、神経科の病院に移送された。専門家は病院での治療により、犯人が裁判に参加できるまで回復するだろうと予測している。 犯人は55歳のシリア人のムハンマドという男であった。彼はドイツに非後申請を行った難民だった。犯人は当局に今まで13回起訴されていたが、有罪判決を受けたことはなかった。犯人は事件で銃撃され、上半身と頭部に傷を負った。スウェーデンクローナによって薬局の前の広場に運ばれ、GSG-9 の隊員によって蘇生された。 蘇生後、犯人は、ケルン大学病院に運ばれ、集中治療室で治療を受けた。当局は、水曜日の記者会見で、昏睡状態にあると発表した。事件から2ヶ月後、犯人は、昏睡状態から目覚めた。犯人は、ノルトラインベストファー練習の刑務所に移送された。犯人は重曹により半身麻痺になっており、頭蓋骨の中に銃弾が残っている状態である。 報告によると犯人はまだ裁判に参加できる状態にないとされている。ありがとうございます。